MHF チャンネルチュクチュク、 DJ や音楽好きの方はいかがお過ごしでしょうか。本来であればこの時期は様々なイベントが開催されて複数のイベントを体感したいというほどでしたが、現状ではそのような機会が減ってしまい、イベント行けないのは悲しい限りです。そんな時は新たな何かにチャレンジしたい、もっと知識を増やしたい、今ある環境でのできることとして少しでも音楽の力で私たちがお手伝いさせていただきます。前回の動画で DDJ FLEX 6 の概要をナレーション形式にてご紹介しました。しかしその大きさや実際にどのような動作になるのかなどお伝えしきれなかったことがたくさんあります。そこで今回は実機を使ってボタン類の細かいところ、こういったところですね、DDJ400 実機との比較、 DDJ1000 との比較、レコードボックスでの動作状況、テラと DJ プロでの動作状況、実際に使ってみて誰に最適かといった、この7つの項目にまとめて解説していきます。マージ FX についても、どんなプリセットがあるのか、どんなジャンルにどのプリセットがあるのか、といったところも徹底的にご紹介します。新しく登場した DDJ FLEX 6は、どんなことができるのか、どんな方に向いたものなのか、これを見ていただければ、絶対にわかる構成にしておりますので、ぜひ最後までご覧ください。チュクチュク。当店では DJ を中心に、ドラム DTM に加え、MPC に関するお役立ち情報を配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューに加えて、初心者の方も楽しく楽器が学べる講座を作っております。DJ であれば、スクラッチ講座やプチテック講座がありますので、詳しくは概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。まだ出していないすごいネタもありますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。チュクチュク。ハードウェアの紹介。ではまず DDJ FLEX 6のこちらのハードウェアの紹介をしていきたいと思います。まず目につくのがこのジョグの大きさですね。CDJ と同じ大きさということで、まあ、かなり操作がしやすいですね。で、この回転の、この操作の、この回転のやりやすさなんですけれど、まあ、こちらも、軽めで、このようにスッと回転しますので、軽めの操作がいいという方は、かなりやりやすいのかなというところはありますね。で、こちらのこの側面の、この溝が、このように、くぼんでおりますので、本当にこの、こういった細かい調整が非常にやりやすいですね。で、続いて、フェーダーです。まあ、フェーダー類、ここですね。あと、ピッチフェーダーとかも。で、これに関しましては、まあ、DDJ400 とほぼ同じですね。後から比較しますので、まあ、どれぐらい同じなのかっていうところは、まあ、後ほどわかると思います。まあ、スクリーとかも、DDJ400 と同じで、まあ、正直、この値段帯にしては、まあ、まあ、言い方悪いんですけれど、まあ、チープな感じの作りにはなっていますが、まあ、でも、全体的な機能面を考えますと、まあ、この作りでも問題ないのかなというところはありますね。で、続いて、つまみ。こちらですね。こういったつまみ類なんですけれど、まあ、こちらも先ほどの、フェーダー類と同じで、まあ、DDJ400 と全く同じ、部品を使っていると思いますね。まあ、こちらについては、まあ、ちょうどいいようなサイズで、まあ、操作しやすいのかなというところはありますね。で、まあ、一番の特筆すべきところが、こちらの、マージ FX です。ここですね。ここの操作感覚が本当に重いというか、微調整がしやすい感じのちょうどいい、重さになっておりますので、ここの、このマージ FX のこの回す操作というのは、まあ、かなり重要になってくるんですけれど、まあ、それがしやすいのかなというところがありますね。で、中央がボタンになっております。これボタンです。まあ、このマージ FX の使い方については後から紹介しますので、まあ、後ほど、こちらについてもお分かりいただきます。で、まあ、全体的なサイズ感は、まあ、DDJ1000 と、まあ、近いような形でして、まあ、後ほど DDJ 線と比較するので、まあ、そちらもお分かりいただけると思うんですけれど、まあ、ちょっと大きいですね。で、まずこちらの裏面なんですけれど、で、RCA の端子が、まあ、2つありまして、マスターとブースターとに対応しております。で、こちらに、DDJ400 と同様に、バランス入力の、マイク接続に対応しております。で、USB 端子が搭載されておりまして、ケンジントンロックもここに搭載されております。で、続いて裏面、こちらですね。で、裏面は他のコントローラーとは違って、ここにヘッドホンの、レベル調整の、つまみがあります。ここですね。で、Q マスターのミックスの調整と、あとはマイクのレベル調整がありまして、ヘッドホンに関しましては、4分の1ヘッドホンジャックと、あとステレオミニプラグ、両方ともさせるように配慮されております。で、続いて裏面なんですけれど、こちら、滑り止めが、中央1個と、両端に2個、搭載されておりまして、まあ、滑りにくいように工夫されております。まあ、全体的にシンプルな構成で、
本当に DJ 初心者の方でも簡単に操作を覚えていただける DJ コントローラーになっております。ただこちらの DTJ FX6 なんですけれど、欠点が一つだけありまして、こちらのロードボタンがちょっと押しづらいんですよね。押そうと思うとこのトリムのつまみに指が当たっちゃうので、ちょっとこれはかなり押しづらいんじゃないかなっていうところがありますね。もうちょっと間隔をずらしてこの上のところに持ってきてほしかったなっていうところがあるんですけど、ちょっとこれはいかがなものかなというところはありますが、まあ押せないことはないので、まあ慣れればいいのかなというところですかね。ただ押すときにこのトリムが誤って操作されないのかなっていうところの懸念点はちょっとありますね。まあ、押す際はちょっと気をつけて、斜めから指を押すような感じでやってもらえればと思いますね。チェックチェック DDJ400 との比較。DDJ400 との比較なんですけれど、まあ、DDJ400 はこちら。かなりサイズは大きいですね。こんな感じになってますね。まあ、つまみ類とかも、まあ、先ほど申し上げたように、ほぼ DDJ400 と同じですね。まあ、ちょっと見づらいと思うんで、ここは画像で比較させていただきたいと思います。で、ピッチフェーダーも、まあ、同じ長さですね。こちらとこちら。同じ長さになっております。で、エフェクト周りなんですけれど、DDJ400 はこちらの、このような、レイアウトになっているのに対して、まあ、DDJ FLEX6 では、まあ、このようなレイアウトになっていますね。まあ、DDJ400 よりも、まあ、さらに分かりやすくなったという感じで、パソコンを見なくても、まあ、こちらでエフェクトが何が選択されているかっていうのもランプで表示されますし、まあ、よりまあ使いやすいし分かりやすいのかなというところはありますね。であとは、パッド。パッドサイズは若干 FLEX6 の方が大きいです。ただこの構造は、この押すと、このように音が鳴るボタンになっておりまして、FLEX6 の方も全く同様な構造になっています。で、Q ボタンとか、プレイボタンについても、DJ400 よりも、大きいボタンになっておりますね。まあ、あと、まあ、当たり前なんですけれど、DJ400 と比較して、マージ FX があります。チェックチェック続いて DJ1000 との比較です。まあ、こんな感じで、まあ、DJ1000 がちょっと手前になっているんで、ちょっと大きく見えてしまうんですけれど、こんな感じで、もう、FLEX6 が見えなくなるぐらい、DJ 線の方が大きいです。まず、デッキの比較ですね。パッドから見ますと、パッドサイズはもう断然、DDJ 線の方が大きくて、で、押し心地も、この、ポチポチ音が鳴るタイプから、DDJ 線は、音が鳴らないパッドの構造になっておりまして、こっちの方は、さらに何色かに光るという感じになってますね。まあ、こうして見ると、まあ、ジョグは正直、サイズは同じなんですけれど、全く構造が、異なりまして、DDJ FLEX6 の方は、まあ、こちらは触ると止まるというタッチセンサー式なんですけれど、DDJ1000 は押すと止まるという、感圧式になっております。で、他にはピッチフェーダー、ここですね。こちら400と同じサイズに対して、DDJ1000 は、DDJ に近いサイズになっております。で、デッキ面はもう断然線の方が勝ってますね。こっちの方がもう操作しやすいです。まあ、さすが FLEX6 の2倍以上する金額のコントローラーですので、まあ、当たり前なのかなというところがありますね。で、続いてミキサー部ですね。ちょっと反転して短くて申し訳ないんですけど、こんな感じですね。同じ4チャンネルなんですけど、断然線の方が大きいです。まずクロスフェーダー。こちらが、この DDJ 線の方がマグベルフェーダーという、パイオニア DJ 独自の、この、非接触の、操作がしやすい、耐久性のある、ものになっておりまして、で、対してこちらの FLEX6 は、標準の、クロスフェーダーですので、まあ、マグウェルよりは、耐久性が低いというね。で、縦フェーダーのこの操作感覚、まあ、こちらも、こちらについては、正直、FLEX6 の方が操作しやすいのかなというところがあります。線の方は若干ぐらつきがあるように感じられるので、なんか、まあ、いいのかなという感じがするんですけど、まあ、結局線の方は、何度か使ってるものなんで、もしかしたら経年劣化というところでそうなってるかもしれません。で、あとは、イコライザーとかってところですね。こちらですね。つまみのところは、トリム、イコライザーが全て同じ種類のつまみになっておりまして、まあ、正直ちょっとトリムとイコライザーの調整を間違えてしまいそうな感じですね。でも、対して DDJ1000 の方はちょっと見づらいと思うんですけれど、一番上のトリムのところが太くて背の低いつまみになっておりますので、
まあ、イコライザーとその差別化といいますか、イコライザーと、区別して認識することが簡単にできます。で、さらに、このつまみのところが、ラバーで覆われたような、つまみになっておりますので、まあ、こちらの方がより高級感のあるような感じですね。まあ、つまみの操作感覚については、まあ、どちらも同じような感じです。で、エフェクトのところなんですけれど、フレックス6が、このような、まあ、シンプルな構成に対して、DDJ1000 の方は、こちらにサウンドカラーエフェクス、そして、ビートエフェクスが購入という。で、ビートエフェクスの種類は、まあ、かなりありまして、で、こちらのサウンドカラーエフェクスとビートエフェクスは、通常の DJ コントローラーですと、ソフトウェアに依存したものなんですけれど、こちらの DDJ1000 の場合は、ハードウェアに搭載されておりますので、より DJ ミキサーに近い操作感覚でエフェクトをかけることができます。まあ、こんな感じで、まあ、DDJ1000 のその大きさというものが分かったと思います。まだまだ比較いきまして、まず DDJ1000 の、まあ、軽い紹介なんですけれど、まずここを見てもらえれば分かるんですけど、このように、ジョグにディスプレイが搭載されておりまして、こちらの方で BPM とかの、BPM とかアートワークとか、あと波形とか、まあ、そういった情報をこちらで読み取ることもできます。あとは、DDJ FLEX6 との違いとして、こちらの USB 端子が2つ搭載されておりまして、DJ の交代といったこともこちらで可能になっております。端子類とかもかなり豊富ですね。XLR 端子に対応したマスター出力と、もう一つのマスター出力である RCA 端子。そして、ブースアウト。さらにこちらはターンテーブルの入力とかにも対応していますね。あと、間違いとしましては、こちら、レッド外部電源が必要になってしまいまして、このように、アダプターから電源を供給する必要があります。まあ、ただ、この、外部電源のメリットというのもありまして、一つ外部電源のメリットとしているのは、音圧が上がったということですね。大きい、まあ、クラブや、まあ、バーとかの店舗でも、十分通用するような、音量で操作することが可能です。ではまず DDJ1000 のエフェクトの比較をしてみましょう。まずサウンドカラーFXのエフェクトを見てみましょう。これがダブエコーというエコーですね。続いてピッチ。これがピッチです。ちょっと分かりづらいと思うんですけれど、こちらがノイズですね。まあ、停止した状態でやりますが、これがノイズです。で、続いてフィルター。これがフィルターですね。続いてビートFXの、まあ紹介なんですけれど、これかなり数が多いんで、抜擢してご紹介していきます。まずエコーから。で、ここに、液晶パネルがありまして、ここでこの、ビートの感覚とかも変えることができます。次、スパイラル。ここで、このように。まあ、こういった使い方もできます。続いてフランジャー。まあ、こういった感じですね。ここの操作感覚は本当に DGM900NEXA2 とか、まあ、そういったミキサーに近い操作感覚で操作できますので、まあ、DJ コントローラーではあるんですけれど、まあ、かなり上位機種に近い操作感覚で操作することができます。で、さらにちょっと言い忘れてたんですけれど、ここにジョグアジャストというものがございまして、ここで、なんと、この、ジョグの操作感覚を
重くしたり軽くしたりといったことが調整可能です。まあ、DDJ 線は本当に上級者向けの機材でありますので、すでにDDJ400 とか DDJ SB3 とか持っている方は、まあ、次の機材としてぜひお勧めしたいものです。まあ、対して、初心者が一から買う機材としては、ちょっとかなり、価格も高いですし、あと、機能も、まあ、パッと見、かなり複雑そうな感じだと思うんですけれど、まあ、実際かなり複雑ではありますので、初心者の方は DDJ FLEX6 とか、そういったものを選ぶことをお勧めします。チェックチェック。では DDJ FLEX6 がレコードボックスでどのように動作するのか確認していきたいと思います。でまずこのパッドから説明するんですけれど、まずパッドモードがホットキュー、パッド FX、ビートジャンプ、サンプラーといった順番になっておりまして、で裏メニューとして、シフトしながらキーボード、でキーシフト、ビートループ、サンプラースラッチという順番になっております。まずホットキューは、まあ、使い方が分かる人もいると思うんですけれど、とりあえず説明します。こんな感じで。レコードボックスの方を見てもらえれば分かるんですけれど、割り当てしたところに、飛ぶというものですね。で続いてパッド FX。レコードボックス上で割り当てしたエフェクトをパッドで操作ができるというものですね。で続いてビートジャンプ、まあ、こちらもレコードボックスの方を見てもらえれば分かるんですけれど、このように割り当てした拍数をジャンプすることができます。で続いて、サンプラー、サンプラーは割り当てした音をこのように鳴らすことができるというものですね。で続いて、裏メニューのキーボード、こういう感じで設定した Q の位置から音階のような形で楽曲を操作することができるというものですね。で続いて、キーシフト、このようにキーを割り当てしたところ、まあ、例えば、この右上のところがプラス7になっておりますので、こちらを押すとプラス7になって、この下のところを押すとプラス3という、レコードボックス上で割り当てしたピッチに変更されるというものですね。続いてビートループ。まあ、こちらそのままなんですけれど、レコードボックス上で割り当てした、そのビートループをパッドで操作することができるというものですね。で、続いてサンプラースクラッチ。で、こちらレコードボックスを見てほしいんですけれど、レコードボックス上に、ストックしてあるサンプラーを、このようにデッキに読み込みすることができるというものですね。続いてジョグカッターなんですけれど、ここの、ジョグカッターのこのボタンがありますので、ここをタップするとこのように。青色に光って、ジョグカッターがオンになります。まあ、実際に演奏しながらこのジョグカッターの機能を使うとわかるんですけれど、なんと曲に合わせてスクラッチをしてくれるんです。じゃあ実際にやっていきたいと思います。このような感じですね。で、他の曲でも試してみると、こんな感じで、合わせることができますね。
まあ、私、スクラッチの素人なんですけれど、簡単に、曲に合わせてスクラッチすることができるので、本当にやってて楽しいですね。もう初心者の方は本当にすぐに楽しめる技になりますので、DDJ FLEX6 は本当に初心者の方におすすめです。で、続いてマージ FX ですね。マージ FX はあらかじめ4種類ストックすることができまして、ここで、種類の切り替えをすることができます。で、種類の切り替えができまして、で、レコードボックス上では、プリセットが8通りあります。こちらの8通り、実際に聞いてみたいと思います。まず、スネアのプリセットからいきます。で、マージエフェクトをオンにします。こんな感じですね。ちょっとタイミングを間違えてしまったんですけれど、うまいこと被せるとこんな感じになります。こんな感じですね。ビルドアップのような感じで、感覚を狭めていって、で、押すことで曲が止まるというものですね。で、続いて2番のロールですね。こんな感じですかね。ユインって音が特徴ですね。続いてジェット。こんな感じですね。で、続いて4番のスペースですね。こんな感じですね。で、割り当てを改め直して、今度ドロップになりましたね。で、フィルタードロップ見てみましょう。フィルターが徐々にかかって、で、ドロップするという感じですかね。で、続いてスペースドロップ。このように空間に落ちていくような感じのイメージですかね。で、続いてジップドロップ。下がっていくようなイメージですかね。で、続いてエコードロップ。エコーがかかりながら下がっていって、最後にバックスピンの音が入ったという感じですね。で、以上のこの8つの通りがレコードボックスにあらかじめ設定されているようなプリセットでして、まあ、さらにここからどのような音を割り当てるかといったことが、可能になっております。で、最後のこの、まあ、先ほどのリワインドじゃない、先ほどの巻き戻すような音が分かりやすかったと思うんですけど、こちらの音というのは実は変えることができまして、例えば本にしてみると、こういう感じで最後に本が鳴るという感じですね。さっき分かったんですけれど、ちょっと割り当てしてからここを変えないと、割り当てが完了しないという感じになっておりますので、そこだけ注意が必要ですね。では実際にマージ FX を使ってプレイしてみたいと思います。
こんな感じですね。まあ、このマージエフェクトのこのエフェクトなんですけれど、まあ、落ちる系を選択するときは、例えば盛り上がっている曲から、落ち着いた曲にするときに有効だと思いまして、で、対して、感覚が狭まって、盛り上がっていくような感じのマージエフェクトの場合は、盛り上げる曲を相手にかけるという感じが有効だと思います。で、このマージエフェクトの特徴としましては、まあ、BPM が異なる曲でも、簡単につなぐことができるという特徴がありまして、まあ、タイミングよくこのマージエフェクトで、かけてあげて、で、ここを押して曲を止めて、で、次の曲をかけるという感じになります。レコードボックス上での DDJ Flex 6の動作でした。続いて、テラート DJ を使ったプレイをしてみたいと思います。チェックチェック。では続いて DDJ Flex 6のセラート DJ を使った状態について確認してみたいと思います。でセラート DJ のこのパッドモードなんですけれど、この表記がレコードボックスのものになっておりまして、セラート DJ の場合はホットキューとサンプラー以外は違います。でホットキューはホットキュー。で、先ほどレコードボックスで説明したものになりまして、でこのパッド FX のボタンを押すと、ロールという、ループ機能が使えるようになりまして、でビートジャンプがオートループになりまして、で、サンプラーはサンプラーですね。で、続いて、シフトをしながら、ホットキューを押すと、キーボードという、レコードボックス上ではキーボードというモードになるんですけれど、セラート DJ の場合は、Q ループというモードになりまして、続いて、シフトをしながら、パッド FX を押すと、セラート DJ 上では、セーブドループになりまして、で続いて、シフトをしながらビートジャンプを押すと、スライスループ。でシフトしながらサンプラーを押すとスクラッチパンクモードといった具合になります。セラート DJ の場合はここのボタンの名前が変わってきますのでそこだけちょっと要注意ですね。ではまずスクラッチパンクを使ってサンプラーで保存してある楽曲を読み込みしたいと思います。ここのセラート DJ 上の画面でここですね、シフトしながらサンプラーを押してでこちらをロードするとこのように楽曲がロードされますね。ではセラート DJ Pro でジョグカッター機能を検証していきたいと思います。セラート DJ Pro でジョグカッター機能を使う場合の注意点なんですけれど、まず必ずこのホットキューモードになっていることを確認して、音を鳴らした位置を、ホットキューであらかじめ位置をこのように押して指定してあげる必要があります。でそうすることでようやくこのようにすることが可能になりました。でちなみにパッドモードが、違うモードになっていたりしっかりホットキューが設定されてない状況になりますと、このようにジョグカッター機能が正常に動作しない状況になります。レコードボックスの方でご紹介ができてなかったんですけれどこのジョグカッター機能の詳細についてですが、ここの赤色の点灯のランプが今一番上になってるんですけれどこのランプの位置がこのように位置が変わっていくにつれてスクラッチ音も変わっていきます。では実際に操作してみたいと思います。一番上の状態はこういう音ですね。で続いて、まあ3時方向状態だとこのように音が変わります。で続いて、6時方向ですね。こういう音になります。で、8時方向にすると、こういう音になりました。で、10時方向にしますと、こういう音になりました。このように、6等分にこのライトの位置によって、スクラッチの音が変わっていきますので、まあ、いろんなバリエーションで楽しむことができます。では実際に曲に沿ってスクラッチのプレイをしてみたいと思います。
以上がジョグ合体機能でした。で続いてマージ FX をお伝えしてみたいと思います。でまず1番から、感覚がそのままでピッチも上がっていくという結構面白いエフェクトですね。で続いて、2番、ノイズも入って、まあ、かなり盛り上がるようなエフェクトですね。で続いて3番、フランジャーとエコーがかかったような感じですね。で続いて4番、リバーブですかね、がかかったような感じで、フェードアウトするような感じのエフェクトでした。まあ、さっきの盛り上がるようなところは、こんな感じで盛り上がるところは1番でやった方がいいかもしれないです。ちょっとお伝えし忘れてたんですけれど、ジェラート DJ の場合はこの4つのみです。で先ほど時計回りに回してやってたんですけれど、今度逆方向に回すとまた違った効果が得られますので、でこちらもご紹介します。このように下がっていくような感じですね。で次2番ですね。下がっていって最後にフェードアウト、エコーかかってフェードアウトする感じですね。で続いて3番、こちらは多分変わらないかもしれないですね。こちら3番の方は時計回しということで下がっていって、で反対に回すと上がっていくような感じの効果が得られますね。で続いて4番ですね。まあ、リバーブがかかって、フェードアウトするような感じですね。では実際にセラート DJ でマージ FX を使ったプレイをしてみたいと思います。Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. はい、こんな感じですね。このように楽曲をつなぐことができます。でこちらのこの回す感覚とかも変えてあげれば、もっとうまく楽曲をつなぐこともできますので、ぜひ、こちらを購入いただいて、このマージ FX の使い方を練習してもらえればなという感じですね。チェックチェック、いかがでしたでしょうか。DDJ FLEX 6を、レコードボックス、そしてセラト DJ Pro を使って、まあ、どのように機能するのかというところや、DDJ 1000と DDJ 400実況を使って比較といったことをしてみました。こちらの DDJ FLEX 6の特徴が、お分かりいただけたと思います。
結論誰におすすめかというところなんですけれど、まあ、前回の動画と同じように、一から始める初心者の方や、カジュアルに DJ を楽しみたいという方におすすめできるものになります。やはりこのジョグカッターの機能もそうですし、このマージ FX の機能もそうなんですけれど、本当に使ってて楽しい機能になりますので、 DJ を簡単に楽しみたいとか、家で気軽にDJ をやっていきたいといった方に本当におすすめの機材になりますね。まあ、さらにこのジョグとかも大きいので、一から DJ を始める方のその基本練習としても活用いただけますね。まあ、価格も6万円、まあ、税込みで7万円、7万円台になるんですけれど、ちょっとお高いんですが、まあ楽しんでいただける機材ですので、末永く、まあ、お付き合いいただけるのではないかなというところはありますね。で、対して、まあ、やはり本格的に DJ をやりたいという方は、こちらの機材ではちょっと物足りないかなという感じですかね。まあ、ただ、こちらのこのジョグカッターやマージ FX は、まあ、そういった方でも楽しめるとは思うんですけれど、まあ、正直ジョグカッターの方は、スクラッチを本当に本気で目指している方にとっては、ちょっと、まあ、おもちゃのような機能に思われてしまうと思うんで、スクラッチとか、まあ、他のミックスもそうなんですけど、本格的に DJ を操作したいということであれば、先ほどご紹介した DDJ1000 の方、そして、まあ、DDJ800 の方をお勧めしたいと思います。今後もこのように最新機材レビューや、まあ、DJ 機材を使った、まあ、どんなやり方があるのかといった、まあ、使い方の紹介ですね。そういったところも重点的にやっていきたいと思いますので、ぜひご期待ください。これがわからない、こんな企画をしてほしいなどありましたら、次回の企画の参考にさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。皆さんの知りたい情報、より良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をお届けできるように心がけております。Twitter、Facebook、Instagram でもお役立ち情報やお得なキャンペーンなど、随時配信しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。 LINE の公式アカウントではこれから音楽を始める方へのご支援としてささやかながらクーポンを配布させていただいております。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画をお楽しみに。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきますよろしくお願いいたします。